こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は開封動画ということで、今日はアクアショップ2店舗と、あとはちょうどネットで注文していたものも今日届きましたので、まるっとすべてアクアグッズ購入品を紹介したいと思います。で、今日行ったアクアショップなんですけど、まず1店舗目、千葉県習志野市にある広瀬ペットやつ店。そちらでは次リセット予定の水槽用の底面フィルターと専用のソイルを購入してきております。あとは生バクテリアと陸上の植物が可愛いのがあったので、そこら辺なんかも購入しました。続いて同じく習志野市にあるウォータープランツラバーさん、いつも水草でお世話になっているウォータープランツラバーさんで、本日も水草何種類か購入しております。これは私の水槽に使うものと、あとはお友達にボトルアクアリウムのワークショップをする予定になっているので、それ用に購入しました。で、ネットで注文した商品っていうのがこちら、とっても楽しみにしておりました。ボトルアクアリウム用の初めて購入したガラス、球体ガラス水槽になります。ではまず1店舗目、広瀬ペットやつ店で購入した商品が、以前立ち上げた滝のあるアクアティラリウム水槽、それにも使いましたけれども、底面フィルターと専用のソイル、底面フィルターを稼働するための水中ポンプと分水器、水流を弱くするための分水器を買いました。これは広瀬ペットさんオリジナルのソイルで、ブルカミアソイルというんですけれども、底面フィルターとブルカミアソイルを併用して使うことで、水槽の中のバクテリアの繁殖を促して、このソイル底床自体がバクテリアの繁殖を促すというもの。詳しくは広瀬ペットさんにお伺いした際に、広瀬さんにいろいろとお話をお伺いしてますので、ぜひそちらの動画をご覧ください。まあ、なぜ今回購入しに行ったかというと、とにかく私のアクアテラリウムがめっちゃ調子がいい。じゃあご紹介しますね。こちらが立ち上げて2ヶ月ちょっとした水槽なんですけれども、これは立ち上げてから一度も水替えはしておりません。差し水のみでの管理になります。まあ、なぜそれが可能になるかっていうと、先ほどもちょっとご説明しましたけれども、このソイルと、あとはこのソイルの下に敷いてある底面フィルターを併用して使うことで、バクテリアの繁殖が促されて、このソイルを通過している間にさらに水がろ過できるというシステム、この水槽自体が全体ろ過システムになっているという。まあ、底面フィルターっていうのはフィルターの中でもとても優秀だと言われていますね。で、これだけの多くの流木を使っているにもかかわらず、なんとアク抜きもしてないのにこれだけの透明度、それもこの広瀬さんのソイルと底面フィルターの特徴の一つになります。わあ、この水槽めっちゃ綺麗じゃん。で、私が使っているこのソイル、で今回も同じものを使ったんですけれども、そのブルカミアソイルの中にはいろいろまた種類があって、この黒いソイルは水草の栄養も含んでいるソイルになるので、ろ過能力プラスアルファ水草も育つというハイブリッド式のソイルになります。まあ、これを一番最初使った時に、水草のための栄養も含んでいるので、もしかしたらろ過能力は普通のブルカミアソイルよりも劣ってしまうのではないかなってちょっと思ってたので、今日質問してみたんですけど、それはないそうです。ブルカミアソイルのろ過能力も合わせ持った水草ソイルというところで、いいとこ取りのソイルになります。ちなみに陸上のモスももう絶好調です。めちゃくちゃ青々として綺麗。立ち上げた当初はやっぱりね、ちょっとモスは茶色っぽいんですけど、もう1週間も水をね、こうね、タラタラタラーといろんなところから、こことこことここと3箇所実は分水器からチューブを、取ってですね、水をはわしてるんですけど、もう1週間したら結構新芽が出てきて、もうその後こういう青々とした綺麗な状態をキープしております。管理としては本当に足し水だけなので、減った分、まあ、ちょうどここら辺結構減ってるので、今日足し水しようかなと思ってるんですけど、減った分の水を足すだけ。もちろんバクテリアに影響があってはいけないので、カルキの抜けた状態のお水を
足し水するっていう形です。このモスの部分にはやっぱりホコリとか汚れなんかも蓄積してくるので、そういったものが例えばモスとかを傷めてしまったりとか、あとはカビの原因になるので、足し水の時にここら辺は水をなるべくここら辺のモスに当てて水を流すことで綺麗なモスを維持するよう心がけております。こんな感じでですね、お魚もすごい元気だし、水も明らかに綺麗で、管理としては足し水だけでいいということで、もうめちゃくちゃね見ててね明らかに違うので、今回もう一台この底面フィルターでやりたいなと思って広瀬さんに伺うことにしました。で、広瀬さんのところでは例えばパルダリウムとか今見てもらったテラリウムにとてもおすすめの植物っていうのが売ってるんですけれども、今回も素敵な植物を見つけてしまったので、これ2種類、まだ名前をね控えてくるの忘れちゃったんですけど、これを先ほどご紹介したアクアテラリウムの陸上部分にプラスしたいと思ってます。今ある葉っぱ類っていうのは結構ね緑色のものが多いので、あ、これちょっと可愛いなと思ってここら辺を足したいのと、あとはこれ葉っぱがすごい形が可愛かったので、でもね大きく育つとは思うんですけど、せっかく陸上部分もあるから陸上にあっても良さそうな植物っていうのを買ってみました。ちょ、補服性があるって言ってましたね。そこら辺に置こうかな。まあちょっとそこら辺は、まあ、おいおいレイアウトするときにご紹介したいと思います。で、先ほど、まあ、軽く紹介したこの生バクテリアなんですけれども、これもねすごくて、東大のね教授の方と共同開発したという生きたバクテリア剤なんですけれども、これは、立ち上げ当初に先ほどご紹介した水槽にも入れております。まあ、2、3ヶ月に一遍これをね追加するとさらにいいということで、ついでなんでね、ちょうど2ヶ月経しましたんで、アクアテラリウムに追加する分と、あとは改めて新しく立ち上げる底面フィルターで立ち上げる水槽用の分、あとはもう一つはお友達のボトルアクアリウムにも入れていきます。これね、私なんか水流がない水槽ダメなのかなと思ってたんですけど、そんなことないらしく、ちゃんと低床があるものにはそこのバクテリアに効いてくれるらしいので、ボトルアクアリウムにもこれは入れていきたいと思います。なので3つ購入しました。これね結構リピーターの方が多いらしくて、これ1個410円ってすごい手頃な価格なんですけど、ネット通販とかでもめちゃくちゃ売れてるらしくて、配送料の方が高いのに結構買ってくださる方がいるらしいです。確かにこれについても広瀬さんにいろいろお話を伺ったんで、ぜひ聞いてみてください。先にちょっとネットで買ったこちら、これ初めて買ってすごく楽しみにしてたので、先にこれ開けちゃいます。で、これはサチガラスっていうガラスメーカーの、ちょっとよくわかんない。以前上野のイベントに来てくださった方に教えてもらいました。ボトルアクアリウムのガラス、これがいいですよみたいなのを教えてもらって、で検索して初めて購入してみたんですけど、ガラスの水槽、ボトルアクアリウム使ってる水槽って、去年まで使ってたのはあの BBG グラスって直径28センチの結構大きいタイプなんですけど、あれはねかなり大きいので、もうほんと水張ったらなかなか動かすの大変なんですけど、もう私は模様替えするよくするんで動かしてますけど、それよりもちょっと一回りちっちゃくていいのないかなって去年探したのが無印良品のフラワーベース、それがね直径23センチか今使ってるボトルアクアリウムなんですけど、あれなかなかサイズ感もガラスの透明度も形もよくて気に入ってたんですけど、残念ながらね今検索するとないので、おそらく廃盤になっちゃったと思います。で、あれに近い形でなんかないかなって思って、そういえば教えてもらったのあったなと思って最近検索してみて良さそうだと思って初めて買ってみました。あ、いいんじゃない？ジップスのボトルのイベントでよく使ってましたけど、あれよりも少し大きいサイズのは実は探していて、でこれが直径24センチ。あと気に入った点がこのね間口がちょっと広そうだなと思って、これジックスのより広いですね。球体水槽は見栄え非常にいいですし、やっぱりとても魅力的なんですけど、いかんせんそのメンテナンスする部分でこの間口がどうしても狭くなっちゃう。
間口が狭くなるとメンテナンスちょっとしにくくはなっちゃうんですけど、これそこそこ広めです。ちょっと今私が使ってるのと比べてみましょう。あ、結構初めて見るからこれ。直径でいうとこっちの方が1センチ大きいです。高さはこれね、ちょっとこの台があるからね、高さが23ぐらいだったと思う。これも高さあんま変わんない。で、間口の直径がこの子が 13.3 ぐらいかな。で、こっちが、あ、14センチある。いいですね。約1センチぐらいの差があるので、全然それだけでも違うんじゃないかな。ここの間口のところのガラスの切り口っていうのかな、この厚みが若干こっちのサチガラスの方が厚いかな。このカットしてる部分、まあ、でもいい感じ。よくイベントで使っていたジェックスのグラスアクアリウムスフィア、この球体タイプのサイズが直径22センチ、高さ 18.5 っていうことなので、全然サイズ感的にはこっちの方が大きいですね。なんか大きすぎず小さすぎずっていうのを探してたので、なかなかこれいいんじゃないかな。透明度もすごい高い、まあ、ガラス水槽なのでちょっとこう気泡が少しねたまに入ってたりとかしますけれども、で値段もね実はこれ安くって、まあ Amazon と Yahoo ではちょっと値段が違かったんだけど、私 Amazon で買って2000円ちょっとでした。なかなか良いです。綺麗。ガラスの質で言うとやっぱ無印の方が良かったかな。見栄え的には大差ないのでいいんじゃないでしょうか。はい、それであと吊るすやつ買おう。続いて水草を紹介していきます。せっかくなんでガラスの水槽の中にお水を入れて、その中に水草を入れて紹介していきたいと思います。90センチの足し水チャレンジしながらなんでチラチラ気にしつつ、まずはこちらエキノドルスクリレニ、これは以前静岡のメダカイベントで作ったボトルアクアリウムにも使用した水草です。なんかボトルがねそこそこ大きいからちょっと大型のエキノが欲しくって、でボトルアクアリウムで作成して1ヶ月様子見てましたけど、すごい調子がよくって、これも新しい葉っぱ出てますけど、1ヶ月の間に2枚かな、新しい葉っぱ出てましたね。で、大きい葉っぱはカットしてバランスを整えて展示販売したっていう感じになります。で、続いてこちらヘランチウムアングスチオリウス、あら、かっこいい水草だ。これはすごいいいな。わ、めっちゃかっこいい。で、これと先ほどご紹介したエキノドルスクリレニを両方ともこうレイアウトしてこのボトルアクアリウムを作る予定でおります。かっこいいな。このね、葉っぱは初めてお目にかかったんですけれども、こうランナーを伸ばしてこう増えていくということなので、本当はまあバリスネリア系の何か、ここ最近はボトルアクアリウムにはバルシネリア7とかを使ってたんですけど、それがちょうどなかったので、むしろなんかこれちょっと色の感じとかがこのクリレニーによく合って渋くてかっこいいなと思ったんでこれにしました。きっとまあランナーで増えるタイプなので、まあ、低床の中しっかりと根っこを張ってくれて水質浄化に役立ってくれるんじゃないかと期待しております。続いてこちらがテテランテラ、今浮いちゃってますけど、光の強いところだと低床を張って増えていくみたいです。ちょっと光が弱いと多分上に伸びていっちゃうと思うんですけど、これは私の先ほどご紹介したアクアテラリウムの水中部分に植えたいと思って購入しました。もともとあのアクアテラリウムは水中部分に水草を植えるために水草専用のブルカミアソイルを購入したので、なんかいいのはないかなってずっと探してたんですけど、すっごく素敵な水草に出会ったので、これを今回はアクアテラリウム用に購入しました。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。で、続きまして、これも一目惚れして購入した水草です。これがテンプルプラントコンパクト、これは間延びすることなく結構ギュッと詰まって成長してくれるらしいです。そういう葉っぱが欲しかった。どうしても有形層って下の方とかこう間延びしちゃって葉っぱがついて木が伸びて葉っ
葉がついて、どん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 間延びしちゃうことが多いと思うんですけど、こちらはむしろ間延びしないらしいです。これは今後立ち上げ、今後リセットするだるまめだかさんの60センチ漏水槽のレイアウトに使っています。で、その60センチ漏水槽ですけれども、こちらも入れようと思って買ってきました。台湾便のタイガーロータスグリーンということで、布の入り方がとっても綺麗な水蓮ですね。で、これら購入した商品で今後いろいろと立ち上げしていくんですけれども、明日私のお友達チーム赤玉ちゃんの一人がですね、ボトルアクアリウムを立ち上げたいということなので、ワークショップをやってみたいと思いますので、ぜひそちらの動画も楽しみにしていてください。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉ちゃんにも登録してアクアリウムを楽しもう。ではまた別の動画でお会いしましょう。